さあ、それでは続いてデカメメイク大喜利です。あ、はい、デカメメイク大喜利楽しみだ。はい、デカメメイク、はい、まあ、もちろんね、メイク女子の方は、目を大きくしたいので、うーん、デカメメイク、あ、そう、目を黒く、いやいや、ほら、でもプリクラとかでも目を大きくする機能とかあるじゃん。あ、人間じゃないみたいになるやつだ。あの、なんかちょっと一瞬でかくなってね、うん、本当にあるとしたらまぶた剥がすしかない。いやいや、こういう手術的なことじゃないじゃん。あら、キモいさきだ。まぶた、君のまぶたを剥がしに行く。白目メイク大喜利。白目メイクさあ、なので、デカメメイクね、デカメメイクに興味があって、はい、今これを見られてる方、はい、デカメメイクに関する情報は一切言いません、はい、デカメメイクの大喜利をこれからしていきます、うん、はい、さあ、それでは行きましょう。デカメメイク大喜利第1問はこちら。あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。なるほど、はい、あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。まぶたを剥ぐ。言うしかない。すぐ書いたもんな。江戸時代のデカメメイク、危険な。本来はどうやるんですか、アイラインとか。アイラインとかじゃない、デカメメイク。よいしょ。あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。とりあえず目をくり抜いてクジラの目を移植。はい、あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは、アイラインに沿って刀を入れる。あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。ファイナルデンジャーデカメメイク。どういうことだよ、笑っちゃったよ。あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。まあ、あの当時はやっぱタコとかイカとかの墨を、まあ、こう目にあのこうちょっとラインに沿ってで少しこの大きくこう見せていくっていうのをあの崖の上のロープの上でやる。なんでわざわざそのところで。あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。空き巣に入り人ん家でする。あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。平安時代に禁止されたデカチンメイクと同じ。デカチンメイクって。はい、あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。目を見開いたまま幕府に手で押さえてもらう。はい、あまりに危険なため明治政府に禁止された江戸時代のデカメメイクとは。チビメメイク。どういうことですか。
俺だってわからないよ。いや俺だってわからないよ。出さないでくださいよ。どういうことなんだよ。あ、お題チェンジですね。お題チェンジ、はい、じゃあ続いてのお題はこちら。デカメメイク体操第一、最初の運動とは。なるほど。なんとかの運動、なんとか手を上に上げて背伸びの運動みたいな。デカメメイク体操第一。はい。デカメメイク体操第一、最初の運動とは。両親の寝室を覗いて目を見開きの運動。自分でやるとね。どう動くんでしょう。でも、いや、うん。でもそう、デカめにしたらなんか降りてくるかもしれない。デカめにしたらなんかこれ。違う、競技が違うから。競技が違う。はい。デカメメイク体操第一、最初の運動とは。乾燥わかめを眼球の隙間に詰め込んで水に入るんだ。いい答えだな。はい。デカメメイク体操第一、最初の運動とは。百貨店に行って美容部員にいい商品を勧めてもらう運動。デカメメイク体操第一、最初の運動とは。何の運動をするにせよ屈伸。はい。デカメメイク体操第一、最初の運動とは。腕を上に上げて大きく背伸びをしながらデカメメイクの運動。それが聞きたい。ちょっとなか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 やっぱりね、やっぱ知識がないと難しい、ね、いやー、目が大きくなりますよね、大きくなりますよ、考えすぎまして、
目が大きくなりましたね。いやデカマメイク大喜利やってたら目が大きくなりましたね。なんだこの会話。ね、いや確かにそうですね、びっくりですよ。デカマメイクできるんじゃないかと思って女子思ってみた女子は最後おじさんの目を見開いたアップで終わる。無言の無言の時間なんだ。まあまあということで、はい、これはどう視聴数につながるのか、はい、ね、これはアップしてみないとわからない。はい、はい、今後お楽しみください。以上デカメメイク大喜利でした。